まった。もう動かれへん。俺の命もここまでか。なんや人間、リスモンとちゃうぞ。何すんねん、どこ連れて行くんや。よーし、もう大丈夫だぞ。俺虫とか飼ったことないから、こんな入れ物しかないけど、許しておくれよ。まさか、助けてくれたんか。なんや人間も捨てたもんじゃないな。よし、お前の名前は、ジョン。お、かっこええ名前やん。ピーチジョンだ。いや、それ女性もんの下着やろ。男でその名前つけるのやばくない？一気に変態の可能性出てきた。それにしても汚れてるな。よし、俺が綺麗にしてやろう。そんなん別にええのに。まあ、優しさは素直に受け取っとこか。まさかの沐浴ね。カブトムシ沐浴で洗うやつおる？こいつちょっと怖いんですけど。優しさと変態さが同時に押し寄せてくるんやけど。うわ、急に何すんねん。おい、ちょ、やめろ。ほらー、高い高い。あ、これ高い高いな。こいつ俺のこと赤ちゃんやと思ってる？母性強めの男か、赤ちゃんプレイしてる変態かどっちなん？よし、たくさん遊んだから、お腹が空いただろ？いや、お前がカブトムシ投げて遊んでただけやろ。次はご飯を用意してやるからな。いや、もう嫌な予感しかせんわ。ほら、お食べ。ほら、なんか離乳食みたいなん出てきた。なにこれ？なんか香ばしい匂いはするけど、食べるの怖いんやけど。あれ？食べないな。ランチパック溶かしたやつは嫌いなのかな？あ、これランチパック溶かしたやつな。発想がいかれてるんやって。ツナマヨだよ。ツナマヨだろうが、ハムマヨだろうが食えやんわ。食べないな。じゃあこれならどうかな？お、なんやゼリーやるやん。えらい透明やけど、この際昆虫用じゃなくてもええわ。いただきまーす。ん？なんも味せえへんぞ。おー、サルパは食べるんだ。ドフー。サルパ、ゼリー型にかたどったサルパ。カブトムシに何十文食わすねん。あとサルパなんか、カラパイヤとか好きなメンズしかわからんからな。やっぱりこいつ変態や。こんなとこにおったら何されるかわからん。脱出やー。なんで逃げるの？待ってよ、ピーちゃーん。鳥みたいな呼び方するな。